言ってなさそうなセリフやな。はい、何見てんだ。はい、オラ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 。はい、凝ってるな。嬉しい。お母さんというよりはなんかヤンキー相手に言ってるみたいな。こってな。こってな。こってな。はい。はい。こってな。ありがとう。はーい、カット。カット。カット。はい。くしょー。こんな家出てってやるよ。カット。カット。カット。はい、と親孝行のあれなんや。はい、座りな感じです。親孝行な料金なんや。親孝行な、はい、と親孝行な料金なんや。はい、と親孝行な学割なんや。はい、カット。はい、テストもらいますね。カット。カット。松本さん、本日撮影以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。嬉しい。嬉しい。嬉しい。いや、いつも松本さんが出られているシーンを見て面白いなって思ってたので、まさか出演をできるって聞いた時はすごく嬉しくて、ちょっと頑張りましたね。あとヤンキー座りのシーンがあって、ヤンキー座りってやっぱり足がすごく開いてエクササイズになるなって思ったのと、やっぱなんだろう、ヤンキーってなるのって大変なんだなって思いましたね。そうですね、なんだろう、やっぱり漫画とかやっぱり映画でしか見れない中で、どのように演じるというのか、どのようにするのかっていうところがやっぱり難しかったけど、ヤンキー役っていうのを初めてやったので、ちょっとなんだろう、挑戦チャレンジになって、なんかすごく嬉しいというかワクワクしながら挑むことができましたね。心さんですよ。もうね、現場での言い方とかね、あとこう本番になったらキュッとスイッチが入る役者魂であったり、尊敬しますね。楽しみだね。でもなんかこのヤンキー役そのままやってほしいね。あ、わかんない。だってこの先もしかしたらものすごくグレる瞬間あるかもしれない。グレる瞬間、おお。高校生ぐらいでさ、高校生ぐらいで、うん、こうやってまたちょっとこんな感じで、そうそう、楽しいなるかもしれません。でも可愛い可愛いって言われるのも嫌でしょ。だってやっぱ、あ、今も全然嫌じゃないですか。かっこいいのが嬉しい年じゃないですか。あ、いや、あの、まだそういうお年頃ではないので。あ、どうですか、失礼します。あ、いや、大丈夫です。あの、でもどっちも嬉しいですね。そうですか。両方言われた方が、両方言われたらもうかっこいいも、あ、自分でかっこいい一面もあるんだと思うし、あ、まだかわいい面もあるんだって、ちょっとすごい嬉しくなりますよね。帰ってやったみたいな。それではソフトバンク新テレビ CM をご覧ください。親子の役に立つ学割ヒーローズ、こんにゃろ、こんなん言って出てるよ。親子喧嘩かおい、ゴミ出しで親孝行、心がお手伝い、ヤンキー座りか、ささおしまなで親孝行、漢字好きだろ、素敵、何見てんだ、怒ってこいよ、喧嘩だ、おい急げ、オラ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 、肩たたきで親孝行、こってな、ありがとう、と親孝行な学割なんや。1年間2ギガ900円、ソフトバンク学割、学割最高。